んにちは。寒。寒すぎます。ただいまレッスンをしているんですけど、今日は一日、長い一日です。なんか前髪が変、一瞬こんにちは。ちょっと私本当にこの時間大丈夫か確認してきました。え、待って、マジで寒いんだけど。何この部屋、全然ついてかないんだけど。ついている気配が全くない。暖房がついている気配が全くないです。とっても寒い。どうして？かわいい。このバレンタイン仕様が明日までかな、見れるのは。じゃーん、抹茶カヌレ。抹茶カヌレいただきます。うまっ。中もちゃんと抹茶、
なんか最近抹茶の美味しさに気づきました。この間サトリンとメロッチと鎌倉行った時に一緒にチュロス食べたんですよ。チュロス食べた時に私はチョコレート味がいいって言って、でメロッチが抹茶味がいいって言って、でそのチョコレート味と抹茶味を3人で一緒に食べたの。3人で一緒に食べたんですけど、抹茶が超美味しくて、まあチョコ味のチュロスを選んだのが気まずくなるほどに抹茶が美味しくて、なんかそっから抹茶好きになったかも。この抹茶カヌレもめっちゃ美味しい。16日の夜に私たちが鎌倉に来たのは、ただしらす丼を食べるためのアーカイブ視聴配信やります。18時までレッスンっぽいから20時ぐらいかな、20時とか21時ぐらいからアーカイブ同時視聴配信をしたいと思いますので、他になんか仕事が急遽入らなければね。お昼からスタッフさんとお食事打ち合わせをして、夕方にレッスンがあって、ここしかないだろうな、できんの。今日も無理でしょう。明日も無理でしょう。で、15はももちゃんの卒業公演だから100無理でしょう。17日までしか見れないんですよ。だから、ちょっと書いとこ、テロップに。18日。まだ18じゃない、18じゃない、16だ。18日ってもう終わってるわ。同時視聴じゃない、配信できんの。16日です。昨日無事に800日連続配信ができまして、今日は801日目です。すごいね、なんか。すごいや。舞台稽古が始まったら忙しくなるからさ、その前にやりたいことやっておけてよかった。まだやってないけど、このアーカイブ配信とか。
そんな感じやった？なんか違う人に見える。すっぴんだからじゃない？すいません、ドすっぴんで配信しております。ドドド、ドすっぴんで思いっきり配信してます。なんかさ、ショールームさ、すっぴんの方が多いぐらいの確率で私すっぴんかも。お風呂上がりとかさに配信昨日もしてて、もうそう、幼いってよく言われる、すっぴんだと。なんか多分まつげあげると私大人になるのかも。まつげあげてないとなんかさ、垂れ目なのかな、眠そうなのかな、目が。今はまあ確かにちょっと眠いっていうのもあるんですけど、そう、本当にお顔が可愛いって嬉しい。柔らかな感じに見えるような、確かに。すっぴんどんな意味？すっぴんとはメイクをしていない状態のことです。メイクを何もしていない状態のこと。すいません、もうさ、レッスンだけだとさね、できないメイク。しかも朝早いんだ、レッスンって。意外に今日も朝からずっとやってます。もう何曲振り入れしただろう、 1,2,3,4,5,5 曲して、まだあと2曲残ってます。なんか本当はね、他にもあったんだけど、なんか確認みたいな、振り確認、振り合わせがあって、私振り入れ参加してない曲で、でまあでも見学しておこうと思ってたんだけど無理でした。もうもうなんか何見てても何もわからなかったから無理だ。ちゃんと自分の有効活用しようと思って、自分でちゃんと映像を見て振り起こししてから参加じゃないと無理なレベルでした。みんなが振り合わせを、私は振り入れみたいな感じでさ、もう振り入れせずとも振り合わせみんなの見てたら一緒にできんじゃないとか思ったけど、さすがに無理な曲は無理だった。あの超ダンス難しい曲は。ももちゃんの卒業公演リハとゆいりーさんのあのプロデュース公演リハとコンサートリハです。今なんか本当に正直多分メンバーみんな持ってる、オリジナル公演のリハが今入ってたら無理だった。ただでさえさ毎日5,6,7の振り入れしてるからさ、今ここでオリジナル公演のリハ入ったら毎日8,9,10覚えることになるので無理だね。一個覚えたらさ忘れちゃうの。どんどん新しく入れたら前にやった曲。そう、私はないけどさ、ドボンコンサートのメンバーはドボンコンサートのリハもやってるからさ、うん、4月6月が嬉しい。めっちゃ勝手な個人的な
タイミングだと。でも私本当に何も分かってないんですけど、ユイリーさんのプロデュース公演に私が初日を迎えるのは4月な気がする。もうさ、全部ね、みんな全曲振り入れ終わったんですって、ユイリーさんのプロデュース公演。私2曲しか出てなくて、まだで2曲目今日だったの。舞台の本番日と、あとあの千葉テレビのドラマ撮影の時に全部入ってて、振り入れが。だからユイリーさん あのプロデュース公演もう初日は発表されてるけど、私は100出れないので。だってみんな振り入れ終わって今振り固めしてんのに、今日振り固めに参加してるんですけどそもそもリハ2曲しか出れてないので、ね、4月かな。で3月舞台があるから、コンサート終わって2日後に舞台初日を迎えるんですよ。で24日まで、3月20日から24日まで舞台で、出来損ないと呼ばれた元英雄は実家から追放されたので好き勝手に生きることにしたにリーズ役で出演させていただきまして、で残りの1週間はちょっとあの事務所のお仕事が入る予定があるので、4月だね。4月に出たいな。出れるとしたら、うん、ちょっと一瞬時間見るね。あの次のリハが何時間ぐらい、30分ぐらい次のリハがあって、でそれだけちょっと参加してまた戻ってきます。だからあと10分しないぐらい、まあでも言うて30分ぐらい配信したんだもん、早いな。早っ。30分リハやってまた戻ってきて30分ぐらい配信したいと思います。うん、もうこの本当に舞台稽古が始まる前にさ、舞台稽古が始まったらレッスンと舞台稽古で一日があっという間に終わっちゃうので、私レッスンも参加できなくなっちゃうと思うから、もうそれまでに19に始まるんですよ、多分19に始まるので、それまでに自分のやらなきゃいけないことをやる。でもだいぶなんか予定が決められてきてて嬉しいです。確定申告の自分のやらなきゃいけないことの中に確定申告入ってんのおもろい予約もできました。レッスンが入るから朝一で朝の9時から予約してきた超現実的な話してる。でも3月15とかだよね、やばいよ。3月なんて入っちゃったらもうダメ、できない。
朝一相談してきて教えていただきながらプロにやってレッスン行って、でもなんか多分稽古も入ってるんですけど、さすがに朝の9時からはやんないだろうっていう、早くても11時スタートかなっていう希望を持って行ってきます。おっちょちょ、たださ、ゆきりんさんの卒業コンサートのセットリストがまだ出てなくて、あの AKB の単独コンサート昼夜はもう決まってて、もうリハ結構やってると思うんだけど、みんなはゆきりんさんの卒業コンサートのさ、セトリがまだ決まってないからさ、それのリハーサルがいつ入るんだろうっていう。もう決まってるって言ってたよ、昨日の配信で。え、じゃあ早くスタッフさん展開してや、早メンバーに展開してや。え、待って、私が見れてないだけ？え、もうみんな知ってる？私だけ来てない？もしかして忘れられちゃった？でもさ、なんか16日って何のリハありますかみたいな聞いたらさ、ゆきりんさんの卒業コンサートリハーサルがなんか徐々に入っていくのでみたいな、で16とかはもうそれ入るかもですみたいな言われたんだけど、瀬取り来てなくねみたいな、瀬取り知らなくねって思って、何のリハや、何のリハスタートだろう。もう14、15はさ、一日中リハーサルがもうパンパンだからさ、ユイリーさんのとか、あのピアーリーナの昼夜のコンサートリハで、でも17ドボンなんだよね、ドボンコンサートなんだよね。ドボンコンサート見に行く人いるのかな。でもカラコンウィンクやるよね絶対、さすがに全員なのかな、それとも選抜さんだけかな。まあでもいつかはやるよねカラコンウィンク。あ、ゆきりんさんらしくてすごいアイドル曲で、アイドル曲最近多くない？どうしても君が好きだ、その前なんだっけ、久しぶりのリップグロス、アイドルなんかじゃなかったら、めっちゃアイドル曲だから、コンウィンク、ちょっと一瞬見てみようかな、どんな具合か。リハどんなぐらいか見てみたいと思います。元カレですもアイドル曲では、え、元カレです全くアイドル曲じゃなくない？